列島縦断鉄道12000キロの旅、最長片道ギップで行く42日は、NHK 武士で2004年5月6日から6月23日まで生中継されたテレビ番組である。俳優、タレントの関口ともおを旅人に設定した旅番組である。関口が最長片道ギップを用いて日本列島を縦断する様子や途中経路にあたる、 全国のいろいろな駅の様子などを放送した。関口が先々で様々な人と触れ合う姿や、全国の JR 線沿線の車窓などは、鉄道ファンのみならず一般視聴者にも好評を博した。制作は NHK と F 分の1。番組本編は、2004年5月6日から6月23日までの42日間、北海道の稚内駅を起点とし、 佐賀県の非前山口駅を終点とする最長片道切ップを用い、旅人である俳優の関口智博が旅をするという形式をとって、毎朝15分間、前日までの行程及び駅の紹介などを中心に各中継駅から武士で生放送された。瀬戸大橋線打たず、岡山が重複区間となるため蒸気の切符の経路に四国四、県は含まれていないが、 番組本編では特別編と称して岡山駅で途中下車の上、以後岡山駅に戻ってくるまで普通乗車券と四国フリー切符を用いて経由した。番組本編の中継は中継駅ごとにその駅を管轄とする NHK 各局の制作となっていた。ただし、北海道内の駅では該当地域を管轄する放送局ではなく札幌局が担当していた。また、 関東地方からの中継でも、茨城県以外からの中継は、すべて放送センターが担当した。5月5日放送の事前特番では、番組内容の告知を兼ねて鉄道による旅行を特集した内容を放送した。ここでは、最長片道ギップの旅を世に広め、前年に制挙した気候作家、宮脇俊蔵の書斎や宮脇が実際に使用した、疲労枕崎の 片道ギップも紹介されたほか、初めて最長片道ギップによる旅を試みた、東京大学旅行研究会のメンバーの一人である、わしお也も、ゲストとして出演した。なお、特番では、宮脇に敬意を表し、監修、宮脇春蔵のクレジットを入れていた。番組本編に並行して、25分間の、ウィークリーダイジェストも総合テレビと BS2 で翌週、土曜深夜から、 日曜早朝にかけて放送された。その後、東京駅までの60分総集編、ここまで来ました。およびそれ以後の工程の90分総集編、祝、達成。が武士、BS2 と総合テレビで放送され、8月には、ハイビジョン特集、決定版1から3が、武士と BS2 で放送された。9月18日と20日には、上記、 決定版1から3を74分に編集した列島縦断鉄道 12000km 最長片道ギップの旅が総合テレビでも放送された。このうち18日の放送は土曜日午後7時30分からの放送ということもあって平均視聴率13.5%を記録した。なお、12月11.12日にはスタジオに関口を招き、 未公開 VTR も交えて42日間の旅を振り返る追憶編が武士で放送された。また2005年2月11日には、関口が乗車していない列車の秘蔵映像も含めた列島縦断の風景編と位置づけられるハイビジョン特集日本大百貨完全保存版車窓と列車の風景で綴る列島縦断、鉄道 12000km の旅も武士で放送された。 2010年2月7日から5月9日の毎週日曜日はチャンネル銀河で10時から11時まで3回分が放送された。2005年度には続編として列島縦断鉄道のりつくしの旅 JR2 万キロメートル前線総破を放送。春編と秋編の2回に分けて放送した。書籍版では絵日記風になっていて、 イラストの部分の着色にクーピーペンシルを用いた。ありがとうございます。